着剣した小銃で銃剣術を練習するアメリカ海兵隊員。銃剣が実物の KC-3S であるのに対し、小銃にはラバーダックを用いている。銃剣術は白兵戦、近接戦闘において先端に銃剣を装着した小銃を武器にして敵を殺傷する武術である。銃剣術の技は一つ、斬撃。 小銃の重傷部分を利用した打撃が基本であるが、断層部分や銃全体での打撃や、敵の銃剣攻撃をかわす方法、敵に剣を取突した直後に、発砲や蹴りの反動を利用して引き抜くなどの技術もある。銃剣での取突時、重心に極力ストレスを加えないよう、正確にまっすぐ取突して、より刃先が相手の肉体を貫通するよう十分に荷重をかける。 ことを求められるただし、相手をついた後は、重心が多少を曲がる場合があり、それにより、銃の狙撃能力が落ちることがある。銃剣は一見、万能に見えるが、銃剣をつけた状態での射撃は、バランスの変化や、重心のたわみ、また、銃口から出る、発射薬の燃焼ガスが、銃剣に反射して弾丸に不均等な圧力を与えるなど、着剣していない状態に比べて、 命中率が低下する恐れがある。銃剣自体も発射薬の燃焼ガスや燃えカスによって悪影響を受けうる。軍隊の戦闘技術であるので実戦でのルールはないが、訓練時には安全性の確保のため一定のルールが設けられ、使用可能な技や勝利条件が厳しく制限される。日本での銃剣術は日本武術の創術を元とする技などに独自性のある。 日本式銃剣術とされ、剣術共犯が改正されている。この日本軍の銃剣術をもとに、戦後武道として競技化したものに、銃剣道がある。日本軍の銃剣術については、銃剣道歴史を参照。20世紀初頭の銃剣格闘訓練の様子かつて、小銃の相談数が少なかった時代は、銃剣術は重要な白兵戦技術だった。また、 銃はいつでも撃てるものではなく、弾切れや火薬がしける、弾詰まり、不発、暴発、あるいは銃自体が壊れたり、整備不良や視界が悪い状況となることもある。そのような状況でも着見していれば、相手に対して威嚇効果が期待された。しかし、軍の火力が増大した第一次世界大戦においては、銃剣による死傷者は1%に満たなかったと言われる。 第二次世界大戦では、最も簡易な武器を取り扱う技術として配線色の濃くなった国で広く教えられた。イギリスでは、バトルオブ・ブリテンの時期に、鉄パイプの先端に銃剣の葉を溶接した缶槍が作られ、これを支給された市民が銃剣術の訓練を受けた。この槍の長さは、当時のイギリス軍の正式小銃と同じで、既存の銃剣術の訓練で扱えるように、 作られていた。第二次大戦末期に日本で行われた竹槍の訓練は、創実ではなく、日本式銃剣術を応用して行われた。第二次大戦以降は、ハイテクや銃器、兵器の進歩によって、儀上や体力錬成以外での使用頻度が、より少なくなり、現在では野戦において、残壕内に残った敵や藪に隠れた敵を相当する、場合、 倒れた敵兵の死亡確認のためつく場合や、占領地の警備や捕虜の舗装などで相手にプレッシャーを与えるために、銃剣を装着して、警備に当たる場合など、限定された局面のみでしか用いられなくなった。冷戦期に、フィリピン武術、狩りに伝わる防術の技をもとにした、銃剣術を新たに制定したアメリカ海兵隊のように、 銃剣術を重視している軍事組織もあるが、多くの軍事組織では、銃剣術の訓練時間は大幅に減少した。冷戦終結後の世界では、核戦争や国家総力戦の脅威は去ったものの、皮肉にも、冷戦構造によって抑制されていた宗教や、民族愛型者への憎しみとなって解き放たれ、テロ、ゲリラなどの提供度紛争という、 新たな脅威が世界の安全保障を脅かすようになり、近接戦闘の技術力強化が求められるようになった。しかし、銃剣術については重要性はあまり高まっていない。アメリカ陸軍が銃剣術の訓練を廃止し、代わりに銃剣を手に持って格闘する訓練を開始したことはその一例である。これは屋内突入時に着剣していると銃剣が邪魔になる。 ため、近接戦闘が正規しやすい紫外線では銃剣を手で握って使用する方が有利。近接戦闘が正規しやすい屋内や船舶内などでは銃剣を用いるスペースがない場合が多いこと。室内線では着剣機構がないため銃剣を着剣できない短期間銃が使用されることも多いことなどによる。ただし、近接戦闘で重視されない傾向があるとはいえ、 野戦で小銃の動作不良や弾倉交換の必要が発生することは兵士にとって大きな不安であるため、口術のように装備が銃剣戦闘に不向きになりつつある傾向にもかかわらず、着剣機構を軍用小銃から完全に撤廃する動きは存在しない。M16 などのプラスチック製銃傷は木製銃傷と異なり打撃攻撃に必要な強度を有していなかったが、 現在では強度の改善が実施されている。また近年登場したブルパップ方式の小銃は従来型の小銃に比べてリーチが短い弾倉が重傷に付属するため弾倉を用いた打撃攻撃ができない重傷の付け根にくびれがなくつかみにくい銃全体の重心が重傷よりであるため切り付けの際にモーメントが働かないなどの銃剣格闘上の不利がある。 大韓民国陸軍では2011年から銃剣術教育の必要性を各師団長の判断に委ねることとし2019年には新兵の教育訓練過程から銃剣術の科目を除外することを正式に決定した今後銃剣術は突撃訓練など戦闘教育の一部として扱うようになる見込みありがとうございます